はいどうも、山口親子仲間たちの山口親だ。今日はな、恐竜についてお話をしたいと思います。皆様、恐竜好きですか？恐竜、僕は恐竜大好きです。僕ね、VR とかで実際ティラノサウルスをね、VR で見たことがあるんですよ。めっちゃ迫力あります。結構もうリアル、本当にティラノが生きてるみたいな感じでね、とても面白いんですけども、恐竜、皆様、なんか恐竜は昔隕石で絶滅したらしいんですけども、今ね、日本じゃないんですけどもね、にどっかの国のどこかで恐竜のね、子孫かな、恐竜の生き残りみたいなの目撃情報を見た方がいると、見たことがあります。例えばユーマ、これ恐竜と関係ないですけどね、ネッシーが一番有名ですけどね。ネッシー、実際はその外国人の方が写真を昔撮ったみたいなんですよ。外人の方たちが、これ実は船のおもちゃですよみたいな感じで言ってたんですよ。でもそれでね、ネッシーはね、いないってことになる方もいるかもしれないですけども、実際ネッシーはいるみたいです。本当のネッシーの姿はね、前足2本で、なんか直角が角がある、すごいめっちゃ細長い感じみたいです。でネッシーは陸に上がると言ってたんですよね。もうなんか見てみたいですけどね。ネッシーは聞こえておきましょう。で、恐竜の子孫、僕もね、会ってみたいなと思って。恐竜とかね、プテラもなんかいるみたいです。実際は似た動物か分かんないですけどね。このまま、ね、長くなっちゃうと思うので、今日は恐竜の少しちょっとしたお話ですが、やりました。皆さんもぜひ、好きな恐竜いましたらコメント欄お願いします。あとはね、皆さんチャンネル登録、コメントの評価もお願いします。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。バイ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 。ガンジャンジャ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 、真夜中に真夜中にウサギがやってきた。暗いとよくわからない、人にも気づかれない、だから夜はわからない。